メタリフェル細赤クワガタは、節足動物門昆虫公高注目クワガタムシ科に属するクワガタムシの一種。細赤クワガタ属の他の大型種と同様に、極端な性的二型と、時として、体長の半分以上に達する有個体の長大な大顎が大きな特徴である。このような体型は、細い枝を、 主な生活場所として、餌場やメスを奪い合う本、種尾の生活スタイルに向いていると考えられている。スラウエシ島とその周辺の島々の低地に生息し、低温を好む傾向がある細赤クワガタ族の中では、比較的高温への適応力がある。飼育、繁殖が、比較的容易なため、愛好家の間に広く普及している。また、本種を用いた。 発生学的な研究も行われており、クワガタの大顎発達をもたらすうち分泌メカニズムに関する研究や、性特異的な大顎発達を制御する遺伝子に関する研究では、本種が材料として使われている。生息する島によって変異が見られ、以下のような亜種に分けられる。掛け合わせ実験によると、このペレン島産に見られる、ブルー光沢を伴う濃紺の退職は、 常に染色体上の一遺伝子座における二つの対立遺伝子により制御されていると示唆されている。また、生き虫での流通量も多く、大きくなり色彩変異が多く人気の亜種である。本種の野外における学術的な生態観察報告は、鈴木1996の一例のみである。中高生であり死有ともに、低木の新芽を傷つけて吸収することが知られ。 死有の交尾は主にこの接触サイトで行われると予想されている。典型的なメイトガード行動が観察されている。大型のクワガタにしては珍しく争いを好まない性格。本種は比較的簡単に飼育できるため、細赤クワガタの入門種とされている。一般に、細赤クワガタは高温を嫌うため飼育の際には注意を要するが、 本種はおおむね摂氏25度程度までの高温への耐性を有する。メス個体は微粒子の発酵マットをケースに固く詰めたものにも十分散乱するが散乱剤を使用する場合は手で簡単にほぐれる程度にまで腐食の進んだものを使うと良い。幼虫も丈夫なので浮かさせることは難しくないが種由をののの幼虫が浮かまでに要する期間が異なるので。 類代飼育のためには、羽化のタイミングのズレに注意を、要する。が、大抵早く羽化してがそれに間に合わないことがよくある、パターンだが、これを避けるために幼虫を高温飼育することで、早めに羽化させ、羽化時期を合わせる方法や、シールの幼虫を同一容器、または、おののの入った容器を接触させた状態で飼育する、方法などが知られている。後者の方法は、 幼虫が互いに微弱な振動を起こしたり感じ取ったり、することで、互いの位置、性別、生育段階等を把握しているという説に基づく。鈴木 T1996 サムエコロジカルノーズオブサイクロマタスメタリファインスラウェシインドネシアアダルトフィーディングハビッツアンドポシビリティオブガーディングビヘイビアーインスタッグビートルズ月下無視305 1 6 1 9五等へ通る2011ジュベナイルホルモンレギュレーツエクストリームマンダブルグロースインメールスタッグビートルズプローズワン 20116E2139 キム E J. パーク &JK キム2017タキソノミック・スタディオン・ザ・サブスペシース・オブ・サイクロマタスメタリファー・フロム・インドネシアジャーナル・オブ・アジアパシフィック・バイオダイバーシティ10 519から526ありがとうございます。